デビルマンは1972年から1973年にかけて発表された長い豪原作の日本のメディアミックス作品。口述の通り漫画の連載とテレビアニメの放送が同時期に行われた。変身ヒーローもの企画として長い豪が自作品魔王、ダンテをベースに悪魔をヒーローとした作品として基本設定を行い漫画版は 長い号が執筆し、週刊少年マガジンの1972年25号から1973年27号にかけて全53話で連載された。同時期にネットテレビではテレビアニメ版で脚本担当の辻松咲がオリジナルストーリーを構成した。両作には漫画作品のアニメ化もしくは アニメ作品の漫画家といった関係ではなく、長井自身が指摘しているような、同一の基本設定を使用して描かれた二つの作品という関係に近い。漫画版のテーマは、ホラーであり、古典的なホラーから、モダンホラーまで、様々な要素が見られる。また、連載当時、高読者層が、 t v よりも高く大学生までだったこと、長い自身の描きたいテーマを深めたいという希望を、編集部と同意したことなどから、連載を経るごとに、目視録的な対話要素のある構成と、変遷していった。これに対し、アニメ版は、tb 視聴者を対象に、漫画より幅広い年齢層の視聴者に向けて、原則一話完結のヒーローものの体裁をとっている。 2017年3月時点で、全世界累計発行部数は5000万部を突破している。197X 年。不動明は、居候先の牧村家の娘、三木と、仲良く学校に通うおとなしい少年であったが、ある日、親友のアスカリオから、他の生物との合体能力を持った地球の、先住人類、デーモンが200万年の眠りから目覚めて復活し、 地球を人類から奪い返そうとしていることとデーモンの研究をしていた両の父がデーモンと合体して心を支配される前に自殺したことを知らされデーモンと合体しその超能力を取り入れてデーモンと戦う話を持ちかけられる。しかしこれを得るには理性を透本能のみで動いている時に憑依させかつデーモンの意志を 正義の心で抑え込まなければならなかった。デーモンに襲われた恐怖で理性を失ったアキラは、デーモンの一人であるアモンに憑依され、悪魔の体と人間の心を合わせ持つデビルマンとなることに成功する。デーモンたちは、デビルマンとなったミンを倒すため次々と資格を送ってくるが、メイはそれらを倒していく。やがてデーモンは、人類すべてに宣戦線布告し、 総攻撃を仕掛けてくる。デーモンによる無差別合体という自爆攻撃に人類がパニック状態となる中、メイは寮の生死を振り払い、単身でデーモンとの戦いに赴くものの力尽き倒れる。とどめを刺されようとした時、デーモンの神である大魔人サタンのデビルマンを殺すなという意志がデーモンたちに伝えられ、メイは解放される。 一人の力では戦えないと悟ったアキラは、無差別合体で死なずにデビルマン化した者たちを集めて、デビルマン軍団を組織しようと考える。しかし、悪魔の正体は現代生活に不満を持つ人間で、あると巧妙な科学者が発表したため、悪魔狩りの名の下、罪のない人々が、政府により殺戮されていく事態となる。一方、 自分の恐れた通りにことが進みすぎることに違和感を持ったりは事の発端を再確認するために自宅に戻るがそこでりの父がデーモンの研究などしていなかったこととアスカリョーなる少年はすでに交通事故で死んでいたことを知る衝撃の事実に混乱している中家に侵入してきたデーモンの一人のサイコジェニーにお迎えに参りましたと告げられる数日後 デーモンがもう襲って来ないことに気づきかけていた人間の恐怖心を煽るため、りはテレビで、民がデーモンと合体した瞬間の映像を公開して、無数の悪魔が人間になりすましているので、殺せと人々を煽動する。正体がバレて、牧村の家を出ざるを得なくなったアキラは、裏切ったりを問い詰めるが、りは、アキラとデーモンを合体させたのは、 人類を守らせるためでなく、次のデーモンの時代で共に生きたかったためだと答え、名は寮が大魔人サタンであることを悟る。悪魔特捜隊による拷問で、牧村夫妻は惨殺され、ミキも、ボートと化した町の住人たちに惨殺される。最後の希望だった、ミキも奪われて人間に失望したアキラは、デビルマン軍団を引き地上の覇権をかけ、サタン引きる。 デーモン軍団との決戦を決意する。サタンもまた、ミンとの決戦は避けられないことを分かっていた。サタンは、自らの記憶を消し、人間になりきることによって、人間の弱点をつかみ、デーモンたちに、作戦立案の材料を与えていたのだった。ただ一つの誤算は、両性具有のサタンがミンを愛した結果、デーモンの敵となる、デビルマンが誕生してしまったことだった。 20年の後、人類は滅亡し、デビルマン軍団とデーモン軍団との最終決戦、アーマゲドンが始まる。やがて戦いは終わり、半身を失ったアキラに、サタンは語る。かつて地球を支配していたデーモンは、想像したる神に滅ぼされようとしたが、それに反発したサタンが、デーモン側について戦って勝ち、次の神との戦いのために長い眠りについたこと。 目覚めた時に人類が地球を荒らしていたので許せず、それを滅ぼそうと決めたこと。しかしそれは、神が行おうとした愚行と同じことでしかなかった、ことだと。話を終えたサタンは民に謝罪するが、命はすでに息を引き取っていた。民を失ったサタンが、静かに涙を流していたその時、天使の軍団がそこに迫っていた。作中で、 名前が登場しなかった人物は、長いゴーワールド悪魔辞典に準拠する。豪華愛憎版デビルマン前後巻については、愛憎版と表記する。主要人物牧村か、デビルマン軍団と協力者たちデーモンその他の登場人物最終回についてもすべてを描き切れた、わけでなく、劇マン。デビルマンの小最終巻きと書きでの長いの回想によれば、最終ページの後、 天使の軍団の光の玉に、民の遺体と、サタンも消滅させられ、さらに、創世記の始まりの、光荒れと逆の行為が行われ、光さえもなくなってしまった闇の中で聖書が閉じられる、といったイメージが持たれていたという。しかし長井は2014年現在、当時描いた、最終回に納得しており、この最終回案はそれ以上のものにはならないと語る。よって激満、激マン。 執筆時に最終回後の開質を行うという提案も打診されたものの、長井はこれを行わなかった。この強烈なストーリーは、当時の読者のみならず、後世の作家にも影響を与えている。例えば、新世紀エヴァンゲリオンでの庵野秀明は、デビルマンからの影響をインタビューで語っており、蘇るデビルマンでは、大月健次らが、デビルマンから受けた影響を語っている。 長井自身もデビルマンの印象は非常に強かったようであり、その後の作品群にはデビルマンが直接間接に影響しているものが多々見受けられる。デビルマン執筆終了直後二連載を開始したバイオレンスジャックがその壮大な物語のラストに長井自身も含め誰も思いもしない、実はデビルマンの続編であったことに帰着された。さらに、 デビルマンレディが執筆された。こちらも当初は、続編とは言明されてはいなかったが、物語の中盤から、デビルマン不動明が登場している。作中にて、正編の後日談であり、デビルマン軍団とデーモン軍団の最終戦争後、神々によって再生された世界であることが、明かされている。その後、アモンデビルマン目視録が、衣、 他に遊ぶの作画で発表され、ビデオアニメ化されている。また、デビルマンに対するトリビュートコミックとして、多くの漫画家によるネオデビルマンも発表された。ハリウッドを中心として海外からも、デビルマンを実写化したい、とオファーは、過去に何度も寄せられたようだが、いずれも、デビルマンイコール悪魔、敵というコンセプトであったことや、その他の契約上の理由などで、作者本人は、 OK しなかったというエピソードがある。バリエーション本作は初単行本化の際に過失修正が行われている。その後も新装定での刊行に合わせて過失修正されており、講段社が刊行したものだけでも合計4つのバージョンが存在する。過失を繰り返した理由について、長井は連載当時の制作事情を挙げている。多忙だった上に、 ベテランのアシスタントが独立したため、若いスタッフに頼らざるを得ず、出来上がりに不満があったものの、直す時間がなかったため、そのまま発表せざるを得ず、無念の思いがあったという。漫画版は、人間、不動明が、デーモン族を吸収する形で、デビルマンとなったのに対し、テレビアニメ版は、主題歌に歌われているように、人類滅亡を目論むデーモン族の妖獣と、 デーモン族の裏切り者であるデビルマンが人間を守るために戦うというストーリーで不動明は体も意識もデーモンに乗っ取られているという基本設定が漫画版とは大きく異なる作者の個性によって設定が拡大し週末テーマの対策 SF へと発展していった漫画版に対してテレビアニメ版は デビルマンが幼獣と戦う一話完結のストーリーという基本線を守り続けヒーローものとしてのスタンダードな展開を最後まで全うした。ただしほとんどのエピソードの脚本を手掛けた辻真スサが長い豪作品のファンでありそのテイストを意識してストーリーを展開したため完全超悪に終わらない毒のあるストーリー、ギャグや ブラックユーモアも交えた展開など、長い作品の特色は十分に活かされていた。戦中族を辞任する、辻松崎によると本作は、中国大陸で脱走した日本兵が、娘を守って、日本軍をやっつける話とのこと。脱走した日本兵はいずれ処刑される運命であり、漫画版に劣らない、悲惨な最後であることが示唆されている。物語は、 デーモン族との決着がつかぬまま終了し、約4ヶ月後に公開された映画、マジンガー Z 対デビルマンにおいてその後もデーモン族と戦い続ける姿が描かれている。ネットでの放送について、ネット及びキー局での放送時間が26分25分であるため、放送時間が26-25分版と30分版が作られた。その理由として、 キー局と一部ローカル局の間での放送時間の相違に対応するため制服主題歌と予告編のサイズが調整されたためである。時間が比較的短かったキー局と一部同時ネット局で ED が完全にカットされた一方で遅れネット局を中心としたローカル局では OP や ED さらに予告編が長めに設定されていた。このフォーマットは 後年の、鋼鉄ジーグをはじめ、マグネロボシリーズ2作品にも引き継がれた。詳細は、マグネロボシリーズ放送企画を参照ヒマラヤの氷の中にいたデーモン族が復活。魔王ゼノンの命令で、人間界を滅ぼすために、不動明の体を乗っ取った悪魔、デビルマン。牧村の娘、ミキを愛したことで、ミキを守るために、デーモン族と戦うことを決意する。 漫画版では、学生服を着用している。不動明であるが、原作者の不良っぽいヒーロー像が、児童番組では差し支えがあり、高校生ということを曖昧にするために私服を使用している。同原作者の漫画版で、マジンガー Z やゲッターロボでも主人公たちは、学生服を着用しているが本作と同様な事情で、すべて私服に変更されている。 日常は、アキラたちが通う、名門学園を舞台にしている。小中高一貫の学校であるため、ミキの弟、ケンサクラ小学生たちもドラマに関わっている。長井の、キッカイ君からのスピンオフキャラとして、アルフォンヌ、ポチ、とどろきが登場する一方、木刀星ラに相当するキャラは登場しない。毎回送られてくる霊門族の四角イコール幼獣と戦うため、 不動明は、ディビールの掛け声と共にデビルマンに変身して戦う。当初、幼獣たちは、裏切り者であるデビルマンの粛清を主な目的とするが、物語中盤以降は、幼獣の行う、無差別テロに、牧村美希らが巻き込まれ、民がそれに介入、阻止するのが基本フォーマットとなる。人間というものが理解できない、との発言も見られる。あくまでも主人公は、 デビルマンという名前のデーモン族であり、漫画版と異なり、デビルマンは個人名である。不動明の意志はデビルマンに吸収されて消えているが、長い後はミキへの恋愛感情など、ミンの意志も生きて、デビルマンの人格に影響していると語っている。ミンイコールデビルマンの目的は、人類全体の守護ではなく、あくまでミキ個人と、その関係者を守ることであり、 人類への貴族意識は極めて薄い。幹に影響がない限り、他の者への被害を積極的に食い止めようとは考えていないが、辻松崎以外の者が脚本を担当した第5話、などには若干の混乱が見られる。人間界に民の正体を知る者はなく、基本的に協力者はいない。後半は、デーモン族を裏切った妖獣、ララノミが民の正体を知りつつ、 コメディリリーフ的に協力している。テレビアニメ版はコメディ色を酷くして制作されたが、やはり暗い残酷という視聴者の反応が多かったため、ララのキャラクターが創作されたという。なお、これ以前にもデビルマンに好意的な妖獣は登場しているが、1話のみでレギュラーとはならなかった。また、映画マジンガー Z 対デビルマンにおいては、 マジンガー Z の操縦者、カブトコウジに正体を明かして共闘している。漫画版で重要な役割を果たす幼獣司令のヌやサイコジェニーが単なる単発の敵扱いとなっている。また、漫画版では、魔将軍山は名前のみで姿を見せないが、魔将軍山人、あやかし将軍無山、ゼノンと対等に近い地位にあるらしいあやかし玄水、霊国と、 魔王ゼノンの配下の幹部が登場し、デビルマンに倒されるごとに交代している。なお、サタンについては一切言及されていない。漫画版では、デーモン族の本拠地は南極などの永久合理の中ではないかと言われてはいるものの不明である。一方、TV 版では、ヒマラヤと明示されている。その他にも、光線技などを使うたびに、技の名前を叫ぶ。 人間時に受けた傷が変身して巨大化すると数倍に広がり苦痛がひどくなる。デビルマンのキャラクターデザインが漫画版よりヒーロー的にされている。漫画版のアスカ量に相当するヒムライワオは役割や正体が大きく異なっている。など変更されている。デビルマンの容姿は生物として描かれた。 漫画版よりも整ったフォルムでデザインされ、ベルトやショートパンツ状の衣服を配して、変身ヒーローらしさを強調している。等身大から約30メートルまでの巨大化が可能で、基本的には相手の幼獣に合わせたサイズで応戦している。同時ネットテレビアニメ版とは違い、長いの漫画の展開に比較的忠実な OV a が講談社を中心として制作。 発売された。デビルマン誕生までを描いた誕生編、幼鳥、司令の及び魔獣、人面との戦いを描いた幼鳥誌、霊樹編の2本が発売。テレビアニメ版も担当した小松原和夫がキャラクターデザインを担当し、完結編となる3巻の発売も告知されたが、未完に終わった。完結編、アーマゲドン編も企画され、 OVA としては破格の1億2000万円の予算まで用意されたが、監督がその予算に納得せず、実現に至らなかった。番外編として、同一スタッフによる CB キャラ長いゴーワールド、俺は悪魔だデビルマン、なども制作されている。2003年になって、バンダイビジュアルより誕生編、幼聴誌、霊樹編がセットとなった OVA コレクションが発売されている。 2012年には、誕生編、幼鳥詩、霊樹編がセットとともに、音声特典として、音響劇、デビルマン・アーマゲドン編が収録されたブルーレイが、発売されている。アモン・デビルマン目視録は、スプ・ビジュアルワークス制作の OVA 作品。2000年5月24日発売。全作品と同様に、長いの漫画版を全面に押し出しており、 漫画版にはなかったアモンとデビルマンが対峙する勇者アモンの目視録が初めて描かれた。DVD 裏面にはプレイステーション2を思わせる暴力や出血など過度に恐怖感を煽る表現を喚起する注意書きが記載されている。物語は序盤から人間が悪魔狩りを行うシーンから始まり、アスカによる不動イコールデビルマンを公表したことで、 牧村家にボートが押し寄せ、ミキとタレッちゃんが残殺されてしまう。セイロスを筆頭としたデーモン軍と、アキラ、ミイコ、ユミ等のデビルマン軍団による戦いの中、民の中にいるアモンが目覚め、圧倒的な強さからセイロス等を蹴散らす。サタンと再会したアモンだったが、まだ、不動アキラの意師が死んでいないことで、不動アキラの精神の中、 アモンとデビルマンが対決する。この記事は、以下のカテゴリーでも参照できます新デビルマンに関する、カテゴリー、デビルマン誕生編に関する、カテゴリー、デビルマン子聴ージュ編に関するカテゴリー、アモンデビルマン目白録に関するカテゴリー。ありがとうございます。